アベウカシュブロジェクは、ポーランド・キエルツェ出身の元サッカー選手で、元ポーランド代表。現役時代のポジションは、センター・フォワード。双子のピオートルも同じくサッカー選手で、ポーランド代表としてプレーした。ビスはクラクフ1992年に、双子のピオートルと共に、ポロニア・ビアオゴン・キエルツェでキャリアを始め、1998年に、SMS ・ザブジェニー籍し。 半年後にピョートルと共に、ビスワクラクフに入団した。1999年9月2日のエクストラクラサ、カップでプロ初出場を飾った後は、2001年4月8日のグールニクザブジェ戦でリーグ初出場を飾り、21日のオドラ・ボジスワフ戦で初得点を記録。同年5月に契約を10年もの長期延長し、同2戦から01シーズンにリーグ優勝を経験し、 2002年に2部へ一旦、貸し出されて、半年後に復帰すると、2002から03シーズンのリーグタイトルを獲得した。2004年から1年半の期限付き移籍した GKS カトビツェで活躍を見せていたところ、同年12月にウエストハムユナイテッド FC のトライアルに双子のピオトルと共に招待された。カトビツェではシーズン終了までの滞在の予定だったものの、 保有元のビスワークラクフに新就任したベルネルリチカ、監督の意向により2005年1月に復帰が決定し、同2004から05シーズンのリーグタイトルを獲得した。翌2005から06シーズンは、定位置をつかんで30試合13得点を挙げる、活躍を見せ、2006から07シーズンに UEFA カップ2006から07で、グループリーグの AS ナンシー、FC バーゼル、 フェーノールと相手に合計4得点を挙げて、国際舞台でも力を示すと、2007年1月に、フランス一部のナンシーから獲得の打診がなされた。その後、ナンシー側が、ユースフハジを獲得したことで話は、立ち消えとなったものの、変わらずに得点を量産していき、2007から08、シーズンのリーグ戦では27試合23得点といった、得点力を発揮して、 チームを優勝に導くとともに自身は、得点王に輝いた。その活躍は、かつてのチームのテントリアで、得点王であるマチェイ・ジュラフスキー、トーマス・フランコフスキーの後継者と目されるほどだった。さらに、翌2008から09シーズンもサイドリング優勝と、得点王のタイトルを獲得した。国外ビスはクラックフでは、王と呼ばれるほどの地位を築いている中、 2011年1月5日に双子のピョートルと共にトルコ一部のトラブゾンスポルト2年半契約を締結した。初出場となった1月26日にトゥルキエクパスのベシクタシュ JK 戦ではバックヒールパスでアランジーニョの得点をアシストする最先の良いスタートを切り最終的に2得点にアシストで準優勝に貢献した。しかし、 翌2011から12シーズンになると、シェノルギュネッシュ監督は、ブラックゆるまずを徴用し、そのブラックも期待に応えるように得点を量産していったために、ブロジェクは先発争いに敗れて、出場機会が限られたものとなった。2012年1月29日に、スコットランド一部の競合セルティック FC へ、シーズン終了までの期限付き移籍に合意し、 翌日に健康診断に合格して、正式にセルティックと契約を締結。2012年2月8日のハートオブミドロシアン FC 戦でスコット・ブラウンに代わって後半から初出場を飾った。かつてセルティックに在籍した同胞ジュラフスキのような活躍を期待されていたものの力を示すことができずにわずか3試合の出場にとどまり契約満了に伴って 固有元のトラブゾンスポルへ復帰した。ビスワークラクフ復帰トラブゾンスポル退団後に移籍した、スペイン2部のレクレアティー・ボエルバでも活躍することができず、2013年7月26日に、古巣のビスワークラクフと契約した。また、それから数ヶ月後に、双子のピオトルも加入してきたことで再度ともに、プレーすることとなった。2019から20シーズン終了後、 現役を引退した。コートジボワール戦でのプロジェクト世代別代表としては U-15 から招集され、1999年に 1999FIFAU-17 世界選手権に出場。2000年には UEFAU-16 欧州選手権に出場し、また同年のバーツラフやジェック大会では6得点で、得点王となって、チームを優勝に導いている。 翌2001年に参加した UEFAU-18 欧州選手権では1982年生まれの中でプロジェクト一人だけがチーム内で最年少の1983年生まれだったものの全試合先発出場して初優勝に貢献した2004年から2006年にかけて行われた UEFAU-21 欧州選手権予選では U-21 オーストリア戦で、ハットトリックを達成するなど、8試合で9得点を上げるというパフォーマンスを示したものの、U-21 ドイツ、U-21 イングランドに次いで3位という、結果に終わったため本戦出場は叶なわなかった。国際 A マッチデーマンや負傷を理由に、相次ぐフォワード陣の離脱により、パベウやナス監督の下でメキシコとの親善試合へ、 向けて招集され、2005年4月27日の同試合で初出場、初得点を記録した。その後、2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選で最多得点を挙げたトーマス・フランコフスキーに代わって、予想外の選出となった 2006FIFA ワールドカップでは、グループリーグ3試合に出場こそしたものの、全試合ともに途中出場無得点に終わり、 UEFA ユーロ2 0 1 2でも得点を上げることはできなかった。ありがとうございます。